皆さんこんにちは。ヘビメタルバー、イービルへ、ようこそ。今回の動画は、メタルゴッド、ロブ・ハルフォード率いるジューダス・プリーストと、元ジューダス・プリーストのギタリストで創設者でもある、KK ダウニング率いる、KK プリーストが、2023年の現代において、どちらが勢いがあるのかを、皆さんと一緒に語り合いたいと思います。2020年以降の彼らの活動だけを見ての評価になりますので、過去の功績とかは一切含みません。ジューダス・プリーストといえば、2024年3月8日に、ニューアルバム、インビンシブル・シールドをリリースすることを発表し、先行シングル、2曲を MV にて公開しています。1曲目のパニック・アタックを聞いた感想としては、非常に良質なヘビメタルサウンドで、ジューダス・プリーストらしさはあるのですが、脳天を突き抜けるほどの迫力や気迫は感じられず、年配の人たちによる平均よりも上な音楽といった感じで、正直、無理をしている感が否めないです。イントロのデジタル音や、最後の締めくくり方があまり好きではなかったりと、どうせペインキラーのような曲を作るなら、もっと暴れてもよかったんじゃないかと、煮え切らない印象を感じます。しかし、2曲目の先行シングル、トライアルバイファイアでは、熟練されたジューダス・プリーストの姿を見せつけ、本当の意味でのメタルゴッドへと成熟しているんですよね。PV のロブ・ハルフォードの姿は、真のメタルゴッド、ゼウスを彷彿とさせ、その歌声は力強く、すべてのものを支配してしまうかのような壮大なオーラをまとっています。パニックアタックみたいな激しい曲も好きなのですが、ロブ・ハルフォードの年齢を考えると、トライアル・バイ・ファイアの方が性質に合っていると思いますし、クラシカルなサウンドで、新たなる境地へと向かっていってもいいのではないかと思います。新たなる境地とは、どういうものかというと、重厚で深遠な音楽世界、攻撃的な演奏の中にも、叙情的な静けさや、どこか幻想的な色彩を表現するといった音楽性で、悪魔のヘビメタルがブラックサバスとするならば、天使のヘビメタルはジューダス・プリーストといった感じです。要するに、セカンドアルバム、運命の翼をより成熟させ、大衆さよりもクラシック要素を大々的に取り入れた作品こそが、真のメタルゴッドの新たなる道なのではないか、と個人的には思っています。しかし、グレン・ティプトンが現在離脱中である、ジューダス・プリーストに、運命の翼のような作品を作れるのかと言われると、おそらく不可能な気がするので、やはり、グレン・ティプトンは、ジューダス・プリーストにとって重要な存在であったことが、改めて再認識させられます。ですが、これは、あくまでも私の憶測なのですが、グレン・ティプトンは演奏には参加できないものの、楽曲制作には加わっているような気がするんですよね。憶測というよりかは、期待に近いですが、グレン・ティプトンが作曲した曲もニューアルバムに収録されていることを願います。それらを含めて、2020年以降のジューダス・プリーストの総評としては、2024年が平均よりも上な良質なヘビメタルとするならば、それ以降は、どんどんと老いていくんじゃないかなと個人的には感じます。グレン・ティプトンが完全復帰をし、私が望んでいる、運命の翼をより成熟させたアルバムをリリースし、まるでゼウスカのような天使のヘビメタルバンドとして、再び降臨するのであれば、かなり評価は上がるように思うのですが、ロブ・ハルフォードの年齢や、グレン・ティプトンの体調を現実的に考えると、やはり厳しいように思います。続いて、KK ダウニング率いる、KK プリーストなのですが、彼らは、2023年に、最新作である、ザ・シナー・ライズ・アゲインをリリースしたばかりです。本題へ入る前に、KK プリーストとは一体何者なんだ、と思う人もいるかもしれないので、簡単に説明しますと、ジューダス・プリーストを解雇された KK ダウニングが、2020年に結成したバンドで、ボーカルには、ロブ・ハルフォード脱退後のジューダス・プリーストを支えたボーカリスト、リーパー・オーウェンズが務めています。このバンドは、もう一つのジューダス・プリーストというだけでなく、2012年から自宅敷地を使って、
ゴルフコースとホテルを運営していた KK ダウニングだったのですが、2017年に破産申請。翌年にはジューダス・プリーストでの自身が関与した136曲の著作権や初期のレコーディングでも使用した年代物のギターを売却するなど、かつてのメタルゴッドジューダス・プリーストのギタリストで輝いていたとは思えないほどの状態になってしまいます。そんな中、メガデスのデイビッド・エレフソンなどのミュージシャンたちと特別公演を行ったり、メタルフェスに飛び入り参加し、ジューダス・プリーストの曲を演奏するなど、再びミュージシャンとして活動を再開します。そして、再びヘビメタルシーンに返り咲くべく結成されたバンドが、KK プリーストなのです。KK ダウニングのこれまでの音楽人生と、これから革命を起こしてやるといった熱い思いに満ちた、言ってしまえばナポレオンのようなバンドだということです。そんな彼らの最新作であるセカンドアルバム The Sinarize Again、 まず聞いた感想としては、リーパーオーエンズの叫びに叫びまくる金切り声が本当に素晴らしいです。 KK ダウニングのお前ら行くぞ立ち向かえの一言で一気に爆速し、敵を切りつけなぎ倒し、聴いている者が拳を握りしめ、勇壮なメロディをリーパーオーエンズが野獣のように歌い上げ、そしてとどめは KK ダウニングの怒りと勇気に満ちた灼熱のギターでぶちのめすといった、音楽を聴いているというより革命を見ているかのような非常に気持ちが高ぶる作品となっています。おそらくジャケット写真からしてナポレオンをイメージしているのだと思うのですが、アルバム全体を聴いて思うのが、まるでナポレオンの人生を歌っているかのようなパワーみなぎる作品で、俺たちがこのヘビメタルシーンを支配してやる、ジューダス・プリースト、あの時の恨み、俺は忘れてはいないぞ、お前たちを必ず殺してやる、という憎しみと怒り、そして希望と勇敢に満ちた最高のアルバムと言えるでしょう。これほどまでに心が奮い立たされる作品を作り出せるのは、やはり KK ダウニングのこれまでの人生経験や音楽キャリアがあったからこそだと思いますし、その思いをリーパーオーエンズが見事に歌い上げ、司令塔である KK ダウニングの理想のままに表現できるバンド、それが KK プリーストなのです。また元ジューダス・プリーストのボーカルだったっていうのもいいんですよね。俺たちはジューダス・プリーストに負けない。俺を解雇したことを後悔するが、いい、いつか、お前たちの首を取ってやる、という復讐心に満ちた気持ちが、アルバムを聴いていて伝わってきますし、やはりヘビメタルという音楽というのは、怒りと辛さを強さに変えて、それをぶちまけるというのが魅力ではありますから、KK ダウニングの熱い思いは、ヘビメタルの何者でもない、素晴らしいの一言につきます。そんな怒りと憎しみに満ちたバンド、KK プリーストであるナポレオンと、メタルゴッドの名を馳せ、今でも、その座に君臨しているジューダス・プリースト、ゼウスが戦ったら、一体どうなるのでしょうか。革命の戦士 VS 神様、白熱のバトルを繰り広げそうですよね。神であるジューダス・プリーストではありますが、ロブ・ハルフォードは声も衰えてきていますし、グレン・ティプトンも負傷中です。そんな危機的な中、KK ダウニングは、リーパー・オーエンズという、かつての仲間を引き連れ、ジューダス・プリーストに猛攻撃を仕掛けます。リーパー・オーエンズとロブ・ハルフォードの一騎打ち、メタルゴッドのロブではありましたが、すべてを切り裂く悪魔の歌声を持つリーパー・オーエンズに、老いてしまったロブが叶うはずもありません。そして、ロブは地面へと叩きつけられ、KK ダウニングがロブのとどめを刺すため、剣を引き抜き、首へと突き刺そうとしたその時、暗影から何者かがこちらへ歩いてくるのです。そう、その人物とは、ジューダス・プリーストの最後の希望、グレン・ティプトンだったのです。負傷中であったグレン・ティプトンは完全復活を遂げ、再び、ジューダス・プリーストを神のバンドへと導きに来たのです。KK ダウニング、やっと決着をつける時が来たようだな。ああ、望むところだ。グレン・ティプトン、ロブと一緒にお前も葬ってやる。果たして、この最終決着、一体どうなってしまうのでしょうか。
ここから先のお話は2024年以降にならないとわからないので、私も今後が気になります。現段階である2023年ではジューダスプリーストよりも KK プリーストの方が勢いがあり、今後に期待できるのではないかと個人的には思います。しかしグレン・ティプトンが復活となるとまだわからないので、ジューダスプリーストの今後の鍵はグレン・ティプトンが握っているのかもしれません。グレン・ティプトンの復活を心から願っています。そして散々辛口な評価をしたのですが、今もなお活躍し続けているジューダスプリーストには尊敬でしかありません。どんなに衰えようがヘビメタルを歌い続け演奏し続ける彼らは誰もが認めるメタルゴッドです。ちなみに皆さんはジューダスプリーストと KK プリースト、どちらの方が勢いがあると思いますか？また今後のアルバムのクオリティはどちらに期待ができますか？2020年以降のみの彼らの活動だけを見た上での評価でお願いします。私はジューダスプリーストよりも KK プリーストの方が期待できると思います。それでは皆さん良いメタルライフを。